はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、サックス演奏をしてるとですね、例えば僕なんかこの、ほっぺたがすごい膨らむんですけれども、演奏してる時にですね、よく聞かれるんですよ。なんでほっぺた膨らませてるんですかっていうふうに。なので今日はその答えをですね、ゆるーく解説していきたいと思います。それで、ほっぺたなんか膨らましていいの？ダメダメ、そんなの。先輩にそんなことやっちゃダメって教わった。とかね、言う人はね、まずチャンネル登録をしてみてください。それじゃあまず、なんで膨らませるかの理由が全部で6つあるので、一気に読み上げます。いきます。1音目を滑らかにするため、フレーズ全体の音を均一な音色、音量に保つため、ベンドアップ時に下唇を効率よく下げるため、ビブラートを安定させるため、低音のサブトーンを超安定させるため、おまけで超高音時に空気のキャパを増やすため。カミカミですね。まあいいや。大前提として、このチャンネルでおそらく僕何万回ももう語ってるんですけれども、この例えばほっぺたとかアンブシュワとか以前の問題に一番重要なのはセッティングです。なのでね、この辺にマウスピースのことについてね、動画のリンク貼っておきますので、まずそっち見ていただけるといいかなと思います。はい、じゃあそれではですね、やっていきましょう。まず前提として、ハイバッフルのマウスピースであるってことと、ある程度そのティップのね、オープニングが広いことが前提とはなりますが、解説していきましょう。まず1個目ですね。1音目を滑らかにするっていうことですね。1音目、弾き始めの音ですね。例えば、じゃあ、今膨らんでますよね、ほっぺた。柔らかい音で、ふわーんと空気の音とともにヒュッて出すときにやるんですね、これを。という感じです。なので1音目を空気の音とともに柔らかく出す。このためにほっぺたが膨らんでます。はい、じゃあ次ですね。フレーズ全体の音量とか音色を均一に保たせるためにやるということです。こんな感じかな。じゃあ3つ目、簡単ですね。ベンドアップの時にこのほっぺたを膨らますことによってですね、この下唇が非常にコントロールしやすくなるので、ベンドアップの量を調整できるんですね。こんな感じかな。ここを膨らませてあげると、ベンドがね、すごくコントロールが効くということです。じゃあ次ですね、ビブラートを安定させるときに使うんですね、これをね。主に低音の方のビブラートでこれを使います。こんな感じです。はい、これ非常に重要でですね、このビブラートかける時って、すごく空気の量がたくさん使うじゃないですか。なのでその時にここに溜めておいてですね、そのうまいちょっとしたその音の波をですね、このほっぺたで調整するんですよ。どのぐらいの音を出していくかっていうのをですね。なのでこれは非常に重要なので、皆さんね、ぜひ試してみてください。ビブラートね、結構柔らかくフワンフワンフワンって出るようになります。はい、じゃあまた次も低音の話ですね。低音のサブトーン、暗い音を安定させるためにあります。はい、じゃあ低音のサブトーンいってみましょう。これもしほっぺたを膨らませずにやるとサブトーン出ますよ。出ますけど、すごくサブトーン均一にこうふわーってまっすぐ弾いていくのが結構大変なんですよ。じゃあここ膨らませずにちょっとサブトーンやってみましょう。
非常に今ね、音がしょぼくなったと思うんですけれども、なんだろうな、こう、サブトーンって、下唇を手前に引くじゃないですか。なので、それで、空気の量を入れようと思っても、なかなか入っていかないんですね。なので、ここに空気いっぱい入れて、その圧力でヒューッと入れていかないと、サブトーンがなかなか成立しないということなので、これも非常に重要な、ほっぺたを膨らませる方法の理由です。はい、じゃあ最後のおまけの理由なんですけれども、超高音域、フラジオとかアルティッシモって言われている部分のね、音を成立させるために、ここのほっぺたを膨らませます。なぜかというと、そういった高音になるとですね、ものすごい空気の圧力と、速い息をヒューンって入れなきゃいけないんですけれども、ここに空気を溜めておいて、それを微妙に調整していくということですね。じゃあね、ちょっとこの譜面見てみましょう。じゃあこれをね、実際弾いてみますので、ほっぺたよく見ておいてくださいね。いきますよ。はい、今見えました。ものすごいほっぺた膨らんでましたよね。じゃあもう一回やってみましょうか。もう一回、はい。はい、ってことでね、このアルティッシモ、フラジオ音域やるときもここを膨らませるということですね。はい。はい。で、このほっぺたを膨らますか膨らませないかっていうのはですね、賛否両論です。もういろんな人がいろんなことを言います。で、今回のね、サムネのタイトルにあった通り、バークリー流って書いてありましたけど、実は僕が大学生の頃ですね、ほんと25、6年ぐらい前かな、の時にですね、僕が、通ってた音大、バークリー音大の教授がですね、ものすごくここがこう、ほっぺたがこう膨らんだり閉じたりしてたんですね。で、僕ずっとそれ見てながらね、なんでこの人こんなことやってるんだろうと思って、その当時を思い出すと、その僕はですね、なんだろうな、おそらくここ膨らんでなかったからそう思ってたんだと思うんですよ。で、それからね、ものすごい長い年月をかけてですね、僕もまあサックス演奏しながらですね、で、気づいたらいつの間にか自分のこのほっぺたがそんな風になってるという風に気づいたんですね。で、これ、おそらく僕意識したことがないんですよ。自分で、さあほっぺたを膨らませるぞ、よいしょって意識したことはないです。ないんだけれども、なんか気づいたらそうなってたんですね。ってことは何が言えるかというと、やはり今日語ったようないろいろな奏法とか、ちょっとしたテクニックとか、音色とか、そういうのを成立させるために絶対的に必要なものだというふうに後で気づいたんですね。あ、そういえば自分やってるわ、なんで自分もやってんだろうこれを、って自分自身でちょっと疑問に感じて、鏡見ながらね、ちょっとやってみたんですよ。そしたら、今日挙げたような5つ6つぐらいの時に、僕はこうバッてこう、ほっぺたが膨らんでたので、結果的にやっぱりその音、ある特定の音とか、ある特定の弾き方をするために絶対に必要なものだったんだなって、後で自分で気づきました。で、僕の周りのサックス奏者の方々もですね、主にジャズとかオールジャンルやってる方が多いんですけれども、やっぱこう見てると、ここがこうね、なってる人が非常に多いです。なので皆さんも、もし YouTube ね、他の方の動画とか見たら、ここね、確かめてみてください。結構ね、膨らんでる人ね、結構多いと思いますよ。はい、じゃあ今日はね、こういうゆるいトピックだったんですけれども、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。